ということで今日は今回は今日が最後の授業になります。そこで日頃毎週水曜日に練習してきた成果を発表してもらいます。で、最後のテーマが詩を朗読しましょうということなんですね。で、今日は、テレビのコマーシャルで皆さん聞いたこと見たことあると思いますけれども、金子みすゞの「こだまでしょうか」という作品があります。まあ、そこからいくつか選んで、そして最後宮沢賢治の「雨にも負けず」、この詩も入っています。それでは日頃の成果を大いに発揮してもらいましょう。じゃあこのプログラム10人で発表します。まず1番は陳光さん、こだまでしょうか。どうぞ。高31クラスと陳光です。こだまでしょうか。遊ぼうって言うと遊ぼうって言う、バカって言うとバカって言う、もう遊ばないって言うと遊ばないって言う、そして後で寂しくなってごめんねって言うとごめんねって言う、こだまでしょうか。いえ、誰でも。2番チェリーさんです。高三一クラスチェリーさんです。そうそう、飛んできたマリが後から子供、浮いているタコが後から帰ってくる、飛んできた春が飛ぶ空青さ、浮いている心遠い好きするさ。はい、3番は劉心心さんです。私と小鳥と鈴と。テーマは私と鳥と父、私が手を振るっても振っても、お空はちっとも飛べないか、飛べる鳥は私のように私のようにきれいな、走れない、私が体を寄っても、まあ、綺麗な音はできないけど、実は私のようにたくさんの音は知らない、歌は知らないか、ずっと小鳥と私、あ、それから私、みんな誓って、みんないい。はい、4番です。えんへさん。高31クラスのえんへです。心、お母様は大人で大きいけれど、お母様のお心は小さい。だってお母様は言いました。小さい私でいっぱいだって。私は子供で小さいけれど、小さい私の心は大きい。だって大きいお母様でまだいっぱいにならないで、いろんなことを思うから。続いて5番、こうさんです。高31の星野です。魚、海の魚はかわいそう。お米は人に作られる。牛は牧場で飼われてる。鯉も追いかけて魚をもらう。けれども海のお魚は何人も世話にならない。
イタズラ一つしないのに、こうして私に食べる。本当にお皿さん、かわいそう。6番、小田切さん、どうぞ。はい、大谷地区ですの小田切と申します。よろしくお願いします。お詰めのお母さん、子供がお子をお勧め捕まれた。この子のお母さん笑っていた。勧めのお母さんそれ見てた。お屋根で中地にそれ見てた。小玉でしょうか、領衆さんです。予算1クラスの領衆です。小玉でしょうか、遊ぼうっていうと遊ぼうっていう、バカっていうとバカっていう、もう遊ばないと言ってると遊ばないっていう、そして後で寂しくなってごめんねっていうとごめんねっていう。小玉でしょうか、いえ誰でも。4番、センカルさんです。4番、チクワーズの申請官と申します。お菓子、いたずらに一つ隠した弟のお菓子、食べるもんかと思ってて食べてしまった一つのお菓子。母さんが二つと言ったらどうしよう、置いてみて取ってみて、また置いてみて。それでも弟が来ないから食べてしまった。二つ目のお菓子、苦いお菓子、悲しいお菓子。はい、9番、ロロさん、お名前でしょうか。5歳1のロロです。お名前でしょうか。あそこって言うと、あそこって言う。バカって言うと、バカって言う。もう遊ばないって言うと、遊ばないって言う。そして後で寂しくなって、ごめんねって言うと、ごめんねって言う。お名前でしょうか、いえ、誰でも。いただきましょう。長男さん、雨にも負けず。4歳児クラスの長男です。雨にも負けず、宮沢賢治。雨にも負けず、風にも負けず、冬にも夏の暑さにも負けぬ。体を、丈夫な体を持ち、欲はなく、決して怒らず、いつも静かに笑っている。一日に玄米4合と味噌と少しの野菜を食べ、あらゆることを自分を感情に入れずによく見聞きし分かり、そして忘れず、野原の松の林の影の小さなかやぶきの小屋に行って、東に病気の子供あればいて看病してやり、西に疲れた母あればいて、その稲の束を追い、南に死にそうな人あればいて、怖からなくてもいいと言い、北に喧嘩や訴訟があれば、つまらないからやめろと言い、日照りの時は涙を流し、寒さの夏はほろほろ歩き、みんなにデクロ坊と呼ばれ、褒められもせず、
苦にもされず、そういうものに私はなりたい。やはりちょっと緊張したようですが、いかがだったでしょうか。一言お願いします。一言好評感想をお願いできますか。前にですか。どうぞ。はい、はい、皆さんとっても緊張していたみたいで、普段わからないんですけど、そうですね、普段の表情とはちょっと違うかな。緊張してこう目がこう一点を見ている人やこうキョロキョロしている人がいましたが、まあ、でも皆さん日本語で短いとはいえ詩を覚えるというのはすごく難しいことだと思うんですけれども、今日ちょっとうまくできなかったっていう人はそれを励みにこれからも頑張ってください。でも聞いていてとても聞きやすくてよかったです。お疲れ様でした。ありがとうございます。